速報三笘薫さん、ブライトンと新たな丸年契約。独占三笘薫はブライトンと新たな5年契約に合意した。リードエージェントの関根圭介氏が交渉を行い、週8万ポンド近く相当の契約を締結した。新しい契約は24時間以内に発表されます。三笘はブライトンと新しく5年契約延長後の中に契約解除金とかも含まれてるのかな。三笘5年延長間もなく発表か。三笘ブライトンと5年延長か。これで移籍金爆上げだな。まあ移籍前提の新契約だろうな。ブライトン的には放出時の移籍金も高めに設定できるし、三笘もある程度の給与が保証される。まあ賢いか。おお、三笘さん嬉しい。三笘の週給8万ポンドか。これでもブライトンが8割負担してる、ファケの半分くらい。それより5年契約で覚悟が決まることの方が大事。ただこれで三笘の移籍はライカになったのかな。冬はないか。